皆さんこんにちは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。今日ご紹介するレクリエーションはゲームレクリエーションで、巨大輪投げでケンケンパリレーになります。使うものはこちら、新聞紙2枚で、2枚を丸めて、ガムテープでつなげた巨大な輪投げです。直径がだいたい30センチぐらいありますね。このサイズは今回はスタッフの足が入るサイズにしていただければと思います。足というのは、靴を履いた状態の靴のつま先からかかとまでの音ですね。でこちらを、今回はチーム対抗でやっていきますので、1つのチームに4つ用意していただきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。お客様の配置をご説明します。まず赤チーム、白チームと書いてありますが、こちらにお客様に座っていただく場所になります。横一列が同じチームになります。そしてお客様同士は向かい合った状態になります。スタート地点とゴール地点をガムテープなどを貼っていただいて決めていただきます。そしてスタート地点にスタッフが立ち、最初から4人目までのお客様に輪投げをお渡しします。そこからスタートになります。ですのでお客様とお客様の間ですね、こちらは輪投げが2つ分以上、つまり直径30センチですので、今回で言えば60センチ以上空いている状態でやっていただくということが望ましいということになります。お客様は向かい合って座っていますが、横一列が同じチームになります。最初から4人目までのお客様に輪投げをお渡しします。1人目が投げたら、そこに向かってスタッフがケンケンパのケンいきます。そして次のお客様がまた投げたら、そこにケンケンといきますね。で、次のお客様が3番目と4番目のお客様はケンケンパのパになりますので、このようにスタッフが両足をきちんと入れられるように投げていただかなければなりません。この要領で、またケンケンパケンケンパとお客様に投げていただいたところにスタッフがケンケンパをして、最終的に早くゴールした方が勝ちということになります。輪投げ結構重いです。今回は大きいので、なので、狙ったところにね、なかなかうまくいかないと思いますけれども、棒に入れるよりはどこに投げても、まあ、スタッフが股を開ければあるいはそこまで飛べれば、なんとかなりますので、スタッフ次第にもなります。でも協力をして行うということはすごくいいことだと思いますので、ただね、輪投げをしていただくよりも、スタッフが行きやすいようにやっていただくということがポイントになります。で、最初の剣、この1つ目の輪ですね、次の剣に行った時にこれを横一列で渡していただいて、5人目のお客様にこれをまた剣でこう輪を、お客様には輪をリレーしていただくと。でスタッフはお客様の投げた輪に沿って剣剣輪をしていくということになりますので、どちらかが優秀でも成り立たないゲームになります。なので、スタッフはちょっとね、大変かもしれませんけれども、だいたい午後の見守りとかね、いらっしゃると思いますので、皆さんで盛り上がるんじゃないかなと思います。よろしければやってみてください。今日は巨大輪投げでケンケンパリレーのご紹介でした。本日もご視聴ありがとうございます。